はい皆さんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです元気ですかはい、えー、今日はね私のまあ、子供の時の夢私が昔持っていた夢の話をしたいと思いますでまあ、なんでそういうことを考えているかというとなんかやっぱりまあ、最近 これから仕事どうしようかなとか大学卒業したらどうしようかなってめっちゃ悩んでいたんですね。で、やっぱりでも子供の時の経験とか子供の時に持っていた夢ってやっぱりなくならないんだなって思いました。まあそれは私も本当そう思うし他の人の話とか 本を読んでいるとやっぱり、まあ、ほとんどの人がそう思ってるみたいですね。やっぱ子どもの時から人の、まあ、性格というか本当の、まあ、心その人の一番深い場所にある、まあ、性格とか心とかで大人になっても おじいちゃんおばあちゃんになっても多分そんなに変わらないんですよね。まあ大人になるとやっぱりねそのもっとお金のこととか都合何が自分にとって都合がいいかとかコン,ビコンビニエントとか人からどう見られるかとかあんな人になりたいこんな風になりたいとかそういう。 外から来る気持ちがどんどん入ってきますよね。でも子供の時の心って多分自分の中に最初からあった気持ちとか性格だからそれをまあその人のまあこれからの、まあ、仕事を考える時の ヒントにするのは、まあ、いいんじゃないかなって思ったんですね。なんかすごいダラダラ長く話してしまったんですけど、えー、私が子供の時の夢は皆さん何だと思いますかわ <laughs> かりますわかる何でしょうか何でしょうか何だろう <laughs> えっと私が子供の時は 夢は、えー、画家になることでした画家は、like、an artist. 絵を描く人ですね、まあ。ペンとか筆で絵を描く人、うん、でした。本当にそう思っててで実際私はすごい、まあ、自分で言うのは変だけど絵を描くのが好きだったし 他の友達よりめっちゃ上手に描けたんですね。<laughs> 自分で言うの変だけどね。だからいつも学校で一番絵が上手い人って言われていてあとまあ私の家族がいつも言うことは私が幼稚園の時に粘土それで動物を作るのが上手だったんですよ。 5歳とか4歳の時に犬や馬をそのクレイクレイ粘土で作ってその動物がちゃんと立つんですよ足がちゃんと4つあって綺麗にいつも机の上に立ったりとかしていてこんな小さい粘土で,でそれをすごいあの私の家族は、まあ、それは誰でもね子供の時からできることじゃないからやっぱり。 レイラはあのそういうアーティストのなんだろう才能タレントタレントがあるよみたいに言っていつも私がねそ,そうやって絵を描いたりするのをすごい喜んで見てくれていましたはいでまあ私が中学生くらいになった時も、まあ、私は自分の夢はまあアーティスト イラストレーターってずっと言ってたんですけどまあ高校くらいになるとまだ社会のことわからないのになんとなーく将来の仕事をイメージして大学を選ぶようになりますよね。でそれイコールやっぱお金のことも高校生だけどやっぱみんな考えるんですよね。なので。 まあそこで私は建築、アーキテクチャー、建築を大学で勉強することを選びました。まあ建築ってやっぱりそのアート、芸術とつながっていることはもちろんあります。ある。そうなんだけど、でもまあ日本の建築の勉強ではやっぱりもっとテクノロジーとか まあサイエンスみたいにすごい正しいまあフロアマップを書くとか、うん、力学そのなんだろうフィジクスとかそういうことの勉強がすごいたくさんあってそれで私はなんか大学時代結構ずっと文句を言ってましたね。私がやりたたたたいいのはななんかかここれじゃなかった思っっ思ていたことと違った って、ずっと文句を言っていました <laughs>。なので、私はずっとその絵を描く人になりたかったんですよね。でもね、なんか最近。それはやっぱ諦めたくないなぁと思うようになって。まあ、絵を描くことだけで全部生活できなくてもまあ、趣味でね。ずっと絵を描いたり副業。 あのメインの仕事の横で小さくやる仕事みたいにいつかできるようになったらいいなぁなんて考えています。で、それでなんか最近このポッドキャストの YouTube チャンネルじゃないえ他のもう一つの b イサイ s i d e j a p a n e s e という YouTube であの私とジャックの 絵を簡単に描いてそれに会話の、ね、字幕をつけたりして短い会話の、まあ、ビデオを作ったりしています。それはね本当に楽しいですね。これからも続けたいなって思ってます。なので今日のポッドキャストで言いたかったことは皆さんも子どもの時の 夢とかありましたよね夢じゃなくても好きだったこと子供の時に好きだったことやっぱそれって本当に人間忘れられないんだなって私最近よく思いましたうん忘れられないし変えられないし前のエピソードでも話をしたんですけど 私のお父さんのアドバイスね人生は失っていくことで最後に残ることは本当に大切なものでそれだけを大切にしたらいいっていうアドバイスやっぱり子どもの時に好きだったこととかって多分最後に残る本当に自分の中にあるものだと思うんですよね。 って考えるようになって、やっぱ私は子供の時何が好きだったかなとか考えるようになりましたね。皆さんもね、子供の時好きだったことよかったらね、コメントでみんなとシェアしてみてください。皆さんは今楽しい仕事ができてますかね。 どうだろう <laughs> 私がこんなの聞いてもあれなんだけど。<laughs> はい。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらパトレオンに入って、このポッドキャストサポートしてくれると嬉しいです。振り仮名と英語の意味がわかるトランスクリプト、あとはメンバーオンリーのエピソードが毎週あります。 ぜひ楽しみに聞いてくださいね。メンバーオンリーのエピソードはもう20以上あります。いっぱいあるので楽しみにしてください。じゃ、あ、いつもサポートありがとうございます。良い一日をね。バイバーイ！あ、もうレコーディングちょっと待って。<laughs> 怖い、<laughs> 怖い。何ですか？ただいまおかえり。<laughs>